第2回ショータイムスキンズマッチということで、今回は東千葉カントリークラブに来ています。なんと賞金総額40万円です。スポンサーなんですけども、株式会社カメラ総合塗装様、首都圏にてビル、マンション、アパートの集合住宅を中心に改修工事を行っている会社です、はい、ショータイムゴルフを見たで 5%はあ、お値引きをしていただけるということで、今回の賞金のホールごとの振り分けなんですけども、はい、1番から3番までが5000円で、4番から6番が1万円、7番から9番が1万5000円、10番から12番までが2万円、13番から15番までが2万5000円、16番と17番が3万円、最初ホールが10万円、10万円です。缶のドライビングパターがめっちゃ泥ついてる。ホール461ヤード。そうだな、直角なのかな、これドッグレッグ、左ドッグレッグです。さっきナイスバーディーでしたからね。ナイスバーディー。ナイス。よいしょ。いいの俺打っちゃう。これ何、左いいとこかな。あれでどこまで行くの、フェアウェイまで行ったのかな。大丈夫、え狙い目はあれでしょ、林の上でしょ。そうだね、待った方がいい。でも3、4、5だよ。あ、じゃあちょっと抑えれば大丈夫、ギリギリ大丈夫かな。大丈夫？ちょっと抑えすぎたね。えらい左行ったよ。ちょっと抑えたね。いいんじゃない？ちょっと控えめだったね。まあ、正直言って回ったことないから分かんないんだよ。どうぞ。控えめな気持ちが出てたね。ストレートに行ったもん。うん。左のバンカーからさらに巻いてったよ。うん、巻いてったところじゃないぐらい巻いてったよ、ね。いやだからまあ、これまっすぐでいいの？いつもの缶よりはちょっと控えめに行ったよね。左バンカー上じゃないの？そうなの？林の上じゃない？飛ぶ人は。あ、逃げた。ちょっと右すぎる。大丈夫、突き抜けない。あ、大丈夫。あ、大丈夫。ラフだ、ラフ。この辺です。まあ、このホール左ドッグなんでね、ドローヒッターの石毛選手はちょっとイメージ出しやすいですかね。フェアウェイに出てってフェアウェイ出てってドロー。おー、いいね。うん、宣言通り。みんなずいぶん右から攻めるね。ナイスドローだな。うん、あ、この辺どう、うん、よいしょ。6番182、6番やん、はい、風は右からちょい上げかな。つま先上がりで、ちょっとこの目の前の木が少しライン的にはかかってくるかなぐらいの感じですね。やっぱ当たった。フェアウェイ。有石家くん、セカンドショット。おばあちゃん、テルキがドラコンだよ。え？テルキがドラコンだよ。本当だ。珍しい。190ヤードです。はい、190。ユーティリティの5番でいきます。はい、どうぞ。あれちょっとアゲンストですね。うん。缶がいればな。俺いるから大丈夫よ。フォローだ。うん、全然 OK。 あ、行った。あー、ちょっと引っかかったね。あ、まあでもセーフだね。セーフだね。うん、173ヤード。打ち上げとアゲンストがあるんで、頑張って6でいきます。はい。いいんじゃない。ダメだ、飛んでね。あ、行った。今いいショットしたね。よいしょ。おはようございます。なに、72ヤード、うん、カート出てた。おー、いいね。これなに、セカンド。うん、セカンド。セカンドね、うん、サードだろ。レッツゴー、レッツゴー。
in, get in. Get in the hole! はい、カモン。はい、カモン。はい、弱い。行こう。石毛くんのね。なかなか難しいとこ行っちゃったよね。うん、そうだね。まあでも、穴は開いてるから入るもんは入るよ。確かに。うん。ポンポンですね。うん、ポンポンね。うまい。あー早っ。早いな。ワンクッションしたけどね。もうワンクッションか。惜しかったね。うん。今年一枚面って言ってるわ俺。今年から言い始めた。そっか。これからもっと言うな。前面ちょっとライン読み間違えたね。間違えだわ。うん。入った。惜しい。前惜しい。惜しい。うん。石毛くん、オッケー。あ、マジ？うん。プロテストも2位だし。はあ、すげえな。はあ、さすがだな。うん、ずれたね。全然違うわ。いや、全然違う。いや、全然違うわ。うん。何番？4番。4番。Right side. ちょっと右。球強すぎね。でかくね。ユーティリティの5番で行きます。4手積もってないんですよ。5番からユーティリティなの？そう、4番屋の代わりのユーティリティ。あ、そういうことね、うん、うん、難しくて打てねえわ。うまいよこれ。うまいなこれ。落とされてる。何が落とされてる？何番か。風強い、うん、まあほら、どういうこと？やっぱりちょっとね、あの缶のイズム継承しつつあるからアゲンストあんまり受けない。ちょっとね。もろ上げ食らってます。もろ上げ食らってめっちゃ左行ってるよ。目玉何番？6。じゃあ5で行ける。もうバンカーに入りました。風が強いですね。風強い。お、翔太君の5番や。ストラテジーすぎる。柵にはまったな、これ。やっぱ T の位置変えたからね。ナイスオン。あー、ナイスオン。ナイスオン。ナイス。入った？ナイスオン。入ったかもしれんね。サブグリーンにナイスオンでした。ベトピンだよ、やるな。完全にやられたな、これ。ホームアップしたいわ。ホームアップしちゃった。誰も乗ってないでしょ、翔太、笑うとトップするんだ。そう、やっぱ俺みたいに笑うとちょうど良くならないんだけど。ああ、アゲンストに煽られて球が高く上がって直角に落ちたので目玉になってますね。もうとりあえず脱出するだけです。これがきついね。うまいよ。翔太さん、サブグリーン乗ったので救済を受けてグリーン奥からのアプローチ、25ヤードぐらい。うまっ。スピンすごいな。カンも多分目玉。目玉になりやすいのか。ここ目玉になるね。お、ナイスアウトじゃない？あ、止まんないね。止まんないね。
すげー行く。あらららあらら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 。うわあ。止まらん。あ、打っちゃった。鍵終わらないか。あ、前面。前面ラインちゃんと。え、ラインは。ちょっと。ライン分かったわ。うん。前面チャンス。うん。俺はオッケーあげたいけどな。うん、俺はオッケーあげたい。なんでこっち見た。多数決だと俺が挙手したらもう決まりじゃない。おいおい。おいおいおい。おいおいおい。風だね。風の影響だね。402ヤード、はい、ミドルです。ティー高くない？難しい。どれぐらい高いよ。高いよね、今日。どうしたんだろう。いいんじゃない。お、ナイス。なんか超えるんかな。わかんない。超えるだろ。こんなやつなんて。そう。セックス。おお。ちょっといいね。が過ぎるかな。カードに近いね。俺先行く？うん、先行って。うん。カードに近い。インテンショナルフォロー使うわ。ここでカン君の得意のインテンショナルフォロー。ほらもうなんかガラッと変わってくんだろう、風向きが。と巻いてるジャクソン。うん、巻いてるジャクソン。おー、なんかいい音鳴ったね。うん、ナイスサウンド。ジャクソン5だね。懐かしいね。まあ、左は深そうなんで多分ありますね。ジャクソンズになったんだよね。そう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 。で、そっからマイケルジャクソン。伝説はそっから始まってたんだよね。じゃあショートの伝説始まります。俺の伝説はもう生まれた瞬間から始まった。前目丸うんだよ。1995年ですかね。もう一つ太陽が生まれた日なんで。カンの生まれた場所ね。この太陽系のもう一つの太陽が生まれた。おー、ナイス。ナイスナイス。あ、いいんじゃない。もうなんかあのいい味方なのか敵なのかわからんね。いやいや、味方でしょ。なんならもうショートさんの天敵と言っても過言ではない。いやいやいや、あのね、ショータイムゴルフってもう俺が必要不可欠なの。まあね、ショータイムゴルフが今後伸びるかどうかは、まあまあ、そろそろあのシュータイムゴルフに変わるかもしれない。そうだね。ちょっと危ういよね。シュータイムゴルフになりかけてる。シュータイムショータイムじゃなくてシュータイムになりかけてるから。カン週一。むしろカン週一でいいんじゃないの。翔太、お前が今後出世するかどうかは、2つの決まり事をね、守るかどうか。うん、1つ目、カン週一を出演させること。2つ目、1つ目を忘れないこと。1個しかないっていうね。2つあるけど、結局は1個。もうね、缶のせいでね、あのこんだけ晴れてます。そうなんだよね、完璧。缶だけで、ね、眩しいよね。そうなんだ。缶周一の横顔が眩しいもんだって。いろんな意味が込められてるね。完璧、完全無欠。完璧の缶は、缶の缶だから。むしろ俺の名字一つで全部表現できるんじゃない。不可能の対義語は缶、うん、不可能の対義語は缶。うわ、難しいところにあるな。ショートさんがやっぱりこう目の前でこうやって飛ばすんだぞって。確かにお手本をね。
お手本を見せてくれてたんで、やっぱりそれをしっかり習って、ついにショートさんをオーバードライブすることができました。ありがとうございます。なかなかいいラインじゃないですか。なかなかいい感じですね、これは。143ヤード。143。8番アイアンでいきます。8番。風は右からフォロー。日差しは右からいい感じで、ちょっと巻いた、あと左奥この辺です。お待たせしました。え、126、50度。旗は左から、ここはフォローです。ちょっと右シャンク、花道、てるてるのセカンドショットは115ヤード、ピッチングできます。ちょっとフォローですね。マークカットで、あ、風、ナイスオンだね、はい、あんまりフォロー受けなかった。6メーターぐらいかな。どうしよう、100弱じゃねえか、か70くらいか。お、いいんじゃない。うん、まあまあじゃない。まあ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 、なんか思ったより右から風来てなかった。うん、ナイスさんだね。若干くらい、さあ、タックンのちょっと左足下がり、グリーンも下ってるので、結構難しめ、はい、3度で58度、結構下ってるんですよね、グリーンは。あ、ちょっと強めにいった、はい、あ、行っちゃう、 うん、ちょっと球強かったな。ワンクッションはしたけど、ライン読みのイメージはいい。ああ、完璧だな。ああ、コロンビアのカエル男。カメロ。10メートルぐらいの上りスライス。わあ。オッケー。お、2万円。キャリーしてる感じ。うん、来たよ。おーし、オッケー、オッケー、キャリーか。あー、キャリーだ、キャリーだね。練習ね。練習ね。うん、プレファースト、今回スポンサーをしていただきました株式会社亀田総合塗装さん、ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録を。